久しぶりの瞬間ねえ、1年に1回か2回ぐらいしか来ないさっちゃん、うん、おばちゃん風邪ひいてるからうつれないようにする。大丈夫、ああさっちゃんそんな嫌がらんと。よかったね、なんか出たい出たいってもう必死だったのね。出たいよ、うん、散歩行っといで。そうなの、でもちょっとねお客さん混んできたから。あそうだ、うん、今日日曜日だし、うん、レベッカさんがね行ってもいいよ言ってくれはったんだけど、ね、ちょっとはいはい、さっちゃんにお土産。どんなのいつあのねいつもいつも、はい、あのね買ってるね煮干しは、うん、ちょっと車でね、うん、行かなきゃいけないとこなんですよ、うんうんうん、でね、うん、私がで主人がちょっと今月、うん、先月と忙しくて、はいはい、なかなか買い物付き合ってくれなくて、うんうんうん、で私が歩いて行ける場所で買った煮干しだから、うんうん、ちょっと質が悪いかなって。いや、とんでもないです。ねえさっちゃん見てたらあんまり好き嫌いないみたいだから、あの、うん、ね、腎臓に良くないからって言わはるからちょっと控えてるんですよ。あそう、ね、やっぱりね。でもこれは ね、これちょっと塩、うん、塩分控えね、塩分控えめのですね。そうだからそれいただいてますよ。さっちゃん食べてね。今食べてるの。そうです。はい、どうぞ。袋なんか見たらそのまま破いちゃうからね。あ、さっちゃん、ありがとうございます。さっちゃん行きたいよね。あ、ちょっとおいで、さっちゃん。たくさんいただいて。さっちゃん、美味しそうな。さっちゃんすごいね。やっぱり大きい。大きいですよ、7キロ。7キロ300。この間、病院行ったんですけど。7キロ300。うん、増えてたのよ。7キロ、痩せたかなと思って。でも、あの、男の子だから。そうね。男の子だもん。血液なんかはまあ良かったんですけど。さっちゃん、うん、お散歩行きたいんだ。行きたいね。今日はあの、うん、あれは2時間で着きました。ほんま、前はどれくらい近かった？前はね、あの事故が上、事故してたから、うん、あ今年の初めね、うん、あの雪の日、はいはい、あの下走ったから、やはり3時間ぐらいかな。ああそうですか。それは冬ですもんね、やってるの。今日曜日だから。あ、はいはい。ね、ちょっと待って。さっちゃん、おいで。ありがとうございました。さっちゃん、これね、おばちゃんね。チュール。チュール。やっかい。いや、なん、さっちゃん。お散歩だよね、さっちゃんね。さっちゃんおばあちゃん、お客さん。あ、はいはい。お客さん、相手してるよ。お散歩行きたくてしょうがないみたいです。そうなの。ご主人、こっちに見えない？全然ね、あの、うちの主人ってほんまに情緒的ではないというか、うん、全くいろんなことに興味のない人というか。そう？私はいろんな、ね、こういう、うん、あの、いろんな動画撮ってんのよ。だから、なんていうのかな、ご主人見張ったら怒らない、怒らないか。え、
あの、いや、あの前にちょっと出た時も、主人があんたこんな全国デビューやとか言って笑ってましたわ。さっちゃん、さっちゃんおいで、さっちゃん、おばあちゃん呼んではるよ。このチュールボールってね、あのうちのあのゆきちゃん大好きなんですよ。いや、それは私初めて。さっちゃん、さっちゃん、ありがとうございます。ちょっとじゃあ締めておいてもらって、ここでじゃあご飯、これね、あのカリカリにカリカリに、あの混ぜたりしたらいいみたいですけどね。ちょっとこれちっちゃいのかな。じゃあちょっとやってください。ここでもらい、ここ映ってる。さっちゃん、さっちゃん、おいで。うちのゆきちゃん大好きだよ、おいで。あ、はいはい、じゃあここで、はい。さっちゃん、さっちゃん、うん、食べて。はい。中にね、なんかチュールがね、あれ、あ、匂い。ちょっと待ってね。あら、おばあちゃん上手に綺麗な。開けられなかった。開けられない？あ、ハサミで切らないと、ね。匂いで、匂いで、それね、匂いで。なかなか難しいのよね。匂いで、さっちゃん。はいはい、こんにちは。匂いで。あ、すいません、ありがとうございます。あ、ちょっと注射はある？いい？はい、さっちゃん、どうぞ。うちのゆきちゃんも好きなんだよ。好きな、あ、おいしい。そしたらたまたまやってはるみたいに。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。見せてもらって。どうぞどうぞ、お帰りください。はい。どうも。はい。よろしくお願いします。ほら、食べます。うちのゆきちゃんも大好きで。そうなんだ。本当はこれ普通のカリカリに、あの混ぜたらいいらしいんですよ。あ、そうなんだ。それだけじゃなくて、あの食べるかどうかわかんないから、あのちょっとあのあれで持ってきたんですわ。あ、食べる。はい、さっちゃん。あ、いや、さっちゃん食べてくれる、嬉しい。なんか美味しいみたいです。そりゃそうだよね、中にチュールが入ってんだもん。あの、いや、じゃあさっちゃん分かった、もう食べるの分かったから、うん、あのまたいっぱい送ってあげる。いや、そんな、これのね、もっと小粒があるんですよ。あ、そうなんだ。その小粒はカリカリにまぶして、うん、あ、そうなんだ。あの混ぜてうちの子たちになると、あ、ちょっとまだ欲しいみたい。さっちゃん、おいしかった、よかった。もう全部食べちゃった。あ、3袋あるんですけどね。分かりました。はい、あまり食べ、あ、でもさっちゃん、じゃあちょっと種類の違うのあげようか。さっちゃん、種類の違うのあげよう。もう、あの、もしあれだったら、あの、お茶を、今コーヒー入れます。はい、今、あの、豆にしてきてくださった、そう、美味しいのあるから。いや、ちょっとさっちゃん嬉しい。はい。いや、お、やっぱりこれ、あ、よかった、さっちゃん好きみたいやから、またおばちゃんいっぱい送ってあげるね、これね。うん、それは美味しいよ、チュールだもん。あ、よかった。美味しいのは好きですよね。いや、ね、あの、めちゃめちゃ食べてくれますわ。うん、そうですよ。さっちゃん、2袋は食べ過ぎだけど、まあいいや。まあいいや。ね、お散歩行けないから、しょうがないよね。お散歩行けないから、せめおやつぐらいちょうだいやね。はい。またおばあちゃんに後でもらいね。ね。ありがとうございました。本当、すいません、あの、すいません。みんな作ってあるの、おばちゃん。あのね、学生時代の友達のね、おばちゃん商品ちょっとね、セーターの、美味しかった、よかった、美味しかった、ステンドグラス、美味しかった。日野町のオトワルベッカさんっていうね、美味しかった。あの、オーストラリアの方なんですけど、いらしたかったね。
その方が、あの、あれなの。前にも栄養線出てた。さあ、さっちゃん、おばちゃん。展示物見せてもらおうかな。さっちゃんが、さっちゃん。毎年やってて、2001、2年ぐらいからやってて、20回以上毎年やってて、美味しかった。それで、この彼女のセーターは毎年やってて、それに合わせて、いろんな方に書いてもらったのがセーター。さっちゃん、あれ、お散歩行きたい。さっちゃん。さっちゃん、戸閉まってんね。出られないね。閉まっちゃってるよ。せっちゃん、せっちゃん、お散歩行きたいね。ちょっと私はお目できないから、私はだからギャラリーを展示して接客して私が仕事なんです。私は物作れないから、旦那さんが転職だから。そっかそっか、なるほど。おばちゃん、あっち行っちゃったよ。あっち行ったよ。さ、ちょっと、よいしょ。入る？いいのかな、さっちゃん入って。おっと。まあ、あの
んで、この前の役員会では。もしかしたら、なんかってやったらそうじゃない分野、それはそうです。またその時は、相談に来るように申し送りましておきます。はい。まあ、だから、ありがたいって言ってください。相手のところやから。はい。私の時はもう全然ないし、次年度とかに一応そういうふうに話はしておきます。はい。わかりました。はい。はい。じゃあ、ご紹介します。はい。ありがとうございます。